昨日から今日にかけて読んだ本があまりにも衝撃的かつ面白かったから紹介、おすすめするのだ。それは新潮文庫 NEX 館杉井光著世界で一番透き通った物語なのだ。この小説の内容をざっくり解説すると、主人公である僕が血縁上の父親であるミステリー小説家が生前最後に書き残したい子を探すというお話なのだ。この小説のタイトル「世界で一番透き通った物語」というのはその遺構の題名とされるものなのだ。まず主人公東馬の血縁上の父親である宮内省吾、ペンネーム。彼は女好きで、東馬は不倫相手の子でもあるのだ。人間性は最悪な部分があるが、彼の書き上げる小説は編集者やその他の人にとって評判が良いのだ。なんだか憎めないところもある人物でもあって、愛人とかからも結構慕われてるのだ。次はキリコさん。彼女はトーマの昔からの知り合いで大人っぽい聡明な女性なのだ。キリコさんはこの小説の中でトーマと一緒に遺構の謎を紐解くパートナーなのだ。出版社の文芸部に所属していることもあって生真面目で礼儀正しく、しかし女の子っぽい一面もあってとても良いのだ。最後は宮内の長男である智明。彼がトーマに遺構を探す依頼を与えた張本人なのだ。お金のために父親の遺構を求めているだけで、父親に対する愛情とかはあまりないのだ。まあそれは複雑な家庭環境も関係しているのだ。家庭環境のせいか、性格もひねくれており物言いがきつく、態度も横暴なのだけど、そういった人間臭さがなんだか憎めないキャラなのだ。他にも魅力的なキャラクターはいっぱいいるけど、ネタバレになるのでここまでにしておくのだ。この小説は主人公であるトーマの視点で描かれているのだ。トーマが父親の周りの人たちに彼の情報を聞き回る一種のミステリーゲームみたいな構成で、トーマが父親の謎を追っていく描写がとにかく丁寧で感情移入しやすいのだ。そしてトーマ同様、父親の素性や意向がどんどん気になってくるのだ。伏線回収も見事で、物語の構成も素敵なのだ。この本は紙の本で読むからこそ一層物語が魅力的になるのだ。あんまり詳しいことは言えないが、電子書籍では体感できない感動が詰まっているのだ。久々に本を読んで鳥肌が立ったのだ。感動冷めやらぬ状態で、読後すぐに30分で作った動画なので、いろいろお見苦しい点はあると思うのだが、とにかく読んでほしい一作なのだ。